2024年7月の運勢ランキング前編、はい、月終わりの恒例ですけれども、来月の運勢ランキング発表、7月ですね、はい、で名数占いというやつを、使っております。で名数っていうのは皆さんの誕生日、誕生月日で決まる数でございます、はい、生まれ年は置いといて、うん、何月何日生まれかというこの2つの数字、何月と何日を足してもらうって、まあ、大体2桁になると思うんですが、1桁だったらもうそのままでいいんですけど、うん、2桁になってる場合には10の位と1の位の数をばらしてまた足し算してもらう。でこれを繰り返していくと最後必ず1から9のどれかの数になります。これが、その誕生日の方の運命の数、命数というふうになっております、はい、でこれに基づいて運勢を見てランキングすると、うん、いうことで、7月の運勢ランキング、下位から発表していきたいと思います、はい、今日は、8、7、6、5位まででございます、はい、ではまず来月7月に、9つあるうちの第8位、命数も8です、はいはい、これはですね溺れる運というふうになっております。で、まあ、ちょっと物騒な物言いになっておりますけれども、まあ、あんまりその本当に水の事故で溺れる方がね全人口の9分の1もいたら大変なことですから、で、この場合の溺れるは、まあ、そういうのも含むけれども、例えば何々に溺れるっていう表現があるじゃないですか、うん、ありますあの色ごとに溺れるとか賭けごとにね酒に溺れるとかいっぱいあるわけですけども、まあ、そういう意味の溺れる運気となっていて、うん、まあ、大体良くない方に溺れることが多いから第8位とさせてもらってます、うん、まあ、でも、なんていうかなこう趣味に溺れるとかですね、まあ、そういう趣味に生かすという方法もあったりもしますけれども、得てして悪いものに溺れがちですので節制していただきたい、自己コントロールしていただきたいということで8位といたしました、はい、はい、続きまして7月に、第7位であるのが命数が6の方でございます、うん、で、命数6の方は破る運というふうになっております。ほうほう、まあ、破るもしくは破られるなんですけれども、ですから今までの現状を維持してこのまま行こうとすると何かアクシデントが起こって途中で破れてしまうという運気になっている。でこういう時は、だからまあ守ってなんとかキープしようっていうのがダメなんですね。もう破れる運が来るんだからいい機会だからリニューアルしちゃおうよみたいな感じなのが一番いいよということになると、うん、ですから新天地を目指す方には、むしろいい運というふうに考えることができますが、まあ一般的にはあんまりねちょうど都合よく、うん、7月に次のところへっていうことは少ないと思いますので、やろうと思ったことが破れてしまうという悪い方で7位とさせていただきました、はいはい、そして第6位でございますが命数3の方でございます。で、6位ですけれどもそんなに悪い方ではなくてですね、まあまあ、 あの真ん中に近いぐらいの6位ですので、で、どういう特徴があるかというと、中身よりもパッケージとか表面が大事というやつです、うんうんうん、普通はね外見より中身だよって言うんだけど、はい、命数、3の方はですね、7月はいや中身より外見だよと、うん、表面を飾ろうよと整えようよと、まず外形から整えていこうよという運勢になっております、はいはい、ということで第6位とさせていただきました、はい、で、第5位ですが、これも重なってるな、命数5の方です。で、まあ、5位というのはちょうどど真ん中なわけですよね、まあ、普通なんですけれども、でもね、今月というか7月の5位は普通平凡ではなくって、大きなものにチャレンジする運気というのが来ています、まあ、そういう意味では大きな敵にぶつかるとも言えるんですけれども、うん、まあ、それを、全身全霊で、打ち倒すという運気という意味で、それでもなぜか真ん中の5位につけてるわけだから、うん、そんなに大変ではないかもしれない、けれども、まあ、大きく一つちょっと、挑戦してみてはいかがかなということで第5位とさせていただきました、はい、はい、ありがとうございます、明日は上位1位から4位そして最下位9位の発表でございますので、呼ばれてない方は明日ぜひ見てください。そして今日呼ばれた6位から8位の方も明後日被害最小限の過ごし方伝授がございますので、そちらも合わせて見てください。先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日ご覧ください。また明日、はい、我々まだ出ておりません。2位はいくつだ。